皆さんこんにちは、むちゃと申します。香港最強馬ロマンティックウォリアーが日本制圧っていうことですね。まあ最近はね、日本馬がどちらかというと世界で実力を見せつけるっていう場面が多かったですけれども、まあやはりね、こういう世界のレジェンドが日本でね、その実力を見せつけるっていうのもなかなかかっこいいものがあります。まあやっぱり特に最近はその日本馬の実力が認知されて、もう参戦馬自体がねほぼいなくなっているような状況もありましたから、まあこういった馬をきっかけにね、今後参戦馬が増えてきたりすると、まあ、盛り上がるところもありますしね。まあそれにしても本当ね、最初から最後まで強かったなと。もう正直ね、馬体重マイナス12キロって見た時は、まあやっぱりね、連戦の疲れ、そしてね、まあ長距離輸送っていうこともあって、まあ若干がれているところもあるのかなっていう風に見えましたし、実際ね、調教師さんももうちょっと増えて欲しかったみたいなことはおっしゃってたわけですけれども、ただやっぱりパドックにね、出てきた際には、なんかもう、ムチムチの馬体でですね、まあ素人の私でも、これが世界の馬体かっていうね、こう圧倒されるものを感じたわけですけれども、そしてね、レースにしても、まあさすがのね、こうスタートを決めて先行集団取り付きまして、スムーズに流れに乗り、ただ最後の直線ではですね、もう凄まじいマークというか、もうかなりのね、激しいブロックにも、シセラブロッチェノリさんから受けたわけですけれども、もうその弾き切れんばかりのね、馬体と手応えで弾き返して、力強く抜け出すというね、いやもう、文句なしの横綱競馬で押し切りました。結局、馬場は若干悪くなったとはいえ、1分32秒3っていう時計もね、決して遅くはないですからね。それこそ香港での時計よりは1秒2秒早いですし、展開の違いはアレド・ソングラインやロゴタイプ、モーリスが勝った時なんかとも、まあ遜色ない時計ですし、まあむしろヤヤモでこれと同じような時計を出してるっていうことを考えたら、やっぱすごい能力だなって思いますよね。それをこの完全なるアウェイの環境でね、しかも左回りは、オーストラリアで勝ってるとはいえ、まあ全く東京とはまた違うところもありますしね、馬場も距離も異なるわけでね、いやーそんな中でこれだけ強い勝ちっぷり、いやーもう本当まさにね、これが強い馬なんだなと、本当名前の通りね、戦士というか、これが戦うために生まれてきた競走馬なんだなっていうのを、いやーまあ痛感する一頭でしたね。もうそもそもローテーションが日本では考えられないほどハードですもんね。もう半年ぐらい空けて G1 ぶっつけ挑戦も多くなっている日本競馬ですけれども、本馬は去年で言えば年間7戦、そして今年ももう3戦目、しかもほぼ3ヶ月の間にね、国をまたいで3連勝っていうのはね、いやほんととてつもないことをやっているなと。まあ日本でもぜひですね、こういうタフなローテーションもこなしつつね、勝利を重ねる、まあそのレースでの強さっていうだけじゃなくて、こう身体的な強さを持つなんか最強馬っていうのも、まあ、出てきてほしいところですよね。まあさすがにね、宝塚記念の挑戦はなくなったようですけれども、まあそれこそまた秋とかね、今度は 2000m の天皇賞とかでもぜひ見てみたい一頭ですね。またプログノーシスとなんかの熱い戦いが見れたら嬉しいですし、あとはドージュースやスターズオアース、リバティアランド、そういったね、まあ日本の誇るその路線のトップホースたちとの戦いっていうのも非常に気になるところです。ということでね、まあ本当文句なしに世界の最強ホースの一頭となったロマンティックウォリアーさんですけれども、実はこの血統はですね、本場以外でも日本で活躍目覚ましい血統ではあるんですよね。いや本当これはちょっと見逃せない勢いだなと思っていて、実はこのサイヤーラインの馬が今年は G1 2勝目っていうことになりました。まあかなりね、限られた頭数しかいない中でのこの勝利っていうのは、やっぱり相当相性がいいっていう可能性はあると思いますね。っていうのも、本番はね、直視となりますけれども、高松宮記念に勝ったマットクールもですね、同じラインっていうことになります。父がダークエンジェル、そしてその父がアクラメーションということでですね、まあつまりはコバのね、混合短距離 G1 をこの系統が2連勝ということでね、いやーこれは明らかに見逃せない
勢いでしょう。まああんまりですね、そのフランケルとかキングマンとかに比べたらあまり知名度のないところだと思うんですけど、本当ね、その勢いっていうのは負けず劣らずですね。いや、間違いなく知っておく価値はあるんじゃないかなと。もうずーっとですね、このトライマイベストのあたりから短距離路線で活躍してきた馬たち、このラインからは他にサトノクラウンなんかもね出ていたりして、まあダービー馬なんかも出ていたりするわけですけど、まあでも基本的には主にやっぱりね、こういうスプリントとかでヨーロッパで実績を重ねてきたラインでして、まあそれこそアクラメーションは G1 で言えばナーソープステークスやアヘイドユローシャンシュと、まあ、1000m の G1 での実績が一番高い馬でしたからね。そしてダークエンジェルにしてもやはり2歳のスプリント G1 勝ち馬と、まあとにかくね、このスプリント能力に磨きをかけてきたということになります。まあ、やはり2400とかってなってくると、まあ、ヨーロッパってイメージ通り日本ではスピード負けする馬多いんですけど、まあ、全然やっぱりこういうスプリントとか 1000m においてはスピード負けしてないどころか、まあ、むしろ圧倒的な、ね、成績を日本で残す馬っていうのも多くですね、まあ、それがついにやっぱり G1 でも顕著になってきたっていうところじゃないかなと思います。まあ、シンプルにやっぱり日本はスプリント G1 とかも2つしかないですし、ヨーロッパに比べたらかなり少なくですね、やっぱりなかなか層が厚くなりづらいっていうところはありますよね。明らかに中長距離路線の方が、まあ、王道。一方ヨーロッパに関してはもうそれこそね、スプリント G1 も2歳から3歳、そして小馬までかなり数がありますし、マイルにおいてはクラシック1回目がもうそもそもマイルなわけですからね、まあ、やっぱり明らかに形態的にってね、まあ、強くなっていくのは明らかで、まあ、やっぱそこら辺の差はねちょっと出てるのかなっていう印象があります。まあですから今後もですね、まあ、このダークエンジェルはもちろんのこと、このアクラメーションのラインはね、注目が集まるところじゃないかなと思います。まあロマンティックウォリアーはね、残念ながら1000馬なので参加を見ることはできないわけですけれども、結構このメーマスなんかは本当同じように2歳短距離 G1 でしかやっぱり結果を上げてなかったんですけど、多くのですね G1 馬っていうのを輩出して、まあ今ヨーロッパで価値が上がっている商売、今のところ日本での導入馬はいないんですけれども、いや今後ね増えてきても面白いんじゃないかなと思います。まあなかなかね、日本で言ったらそれこそスプリント G1 1個だけの勝ち馬とかってなってくると、なかなかこう評価されづらいところもあるというか、単位作り量も安いし頭数も少なく、まあ実際ね商売として大成功する馬っていうのも、まあ、かなり少ない印象ありますけど、まあ、やっぱりそれがヨーロッパにおいてはね、もう全然異なるというか、むしろこっちが大本命というかね、明らかにこうマイル以下でしか結果を出していない完全スピードタイプの馬の方が評価もされるし、実際結果もね出しやすい傾向にはあるかなと思います。やっぱしっかりとね、その層の厚い中で結果を出してるっていうのがね、勝馬選定として機能してるっていうことだと思いますね。まあとりあえずね、日本でも相当なというか完全なるトップのね勢いを誇るこのアクラメーションのライン、ぜひね注目してほしいなと思います。こういう海外勢と、まあ、数少ないね日本で頑張っている短距離サイヤーたち、ビッグアーサーやロードカノラがねどれだけ対抗できるかといったね、そういった状況になってくるんじゃないかなと思います。まあロマンティックオリさんもまだ6歳ですからね、まあ日本感覚で言えばこれだけの実績は勝馬倍率してもおかしくないように思いますけれども、やっぱり香港の最強馬たちほとんどが1000馬っていうところもあって、それこそあのゴールデンシックスティだって9歳まで走り続けましたからね、まあ、やっぱり1000馬っていうこともあって、あくまで競争馬として頑張ってもらうのが、まあ、仕事っていうことになりますから、まあそういう価値動向とかっていうのも関係なくですね、まあ、思い切って長く走り続けることができるっていうのは、まあ、大きな違いかなと思います。まあ引き続き大きなね夢を世界各地で見せてくれることでしょうから、日本に来てくれたっていうゆかりもありますしね、やっぱり海外馬とはいえど、いや多くの人にとってね応援したい一頭になったんじゃないかなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。